朝のルーティーンの森林浴。朝日がね、今日もね、眩しい。まあこの時間にね、のんびりと庭を歩くというのがね、日課になってるんだけども、ルーティーンに、ね、なってるんだけどもね、古葉取りが終わったクロマツ、ピラカンサの実にデュランタの実。昨日ね、このナンジャモンジャの木、一つ葉タゴをね、ここら辺に剪定してね、まあ、この、何だっけ、スズランの木か、西洋スズランの木っていうのはもうね、葉っぱが全部散っちゃってね、落ちたんだけども、これがね、紅葉して、これをちょっと大きくしようと、全体的にね。今これだけだったのよね、本当最初はね、僕が来た時はね、低木かなと思ったら低木じゃなくて大きくね、なる、これぐらい、大きくなる木なんでね、これをで白い花がちょっと薄黄色いかったっけな、花が咲いてね、綺麗な花で、なんだけども、この低木の状態だけだとほとんど花が咲かないんでね、何年かに1回本当に。だからちょっとこれを大きくして、今これも切っちゃうかどうしようかと思うんだけど、まあ、こっちのデュランタをもうちょっと切ってね、すっきりさせて、でこのピラカンサも、少なくして、でこれを広げようと、で花を楽しもうといった感じでね、この一つ葉タゴもね、本当花がね綺麗なんだけども ね、ちょっと時期がずれるし、まあ、両方の花、それからまたデュランタの花もね楽しめるようにちょっとね、変えようかなと。これを大きくして、こっちを、まあ、この紅葉も楽しめるからね、デュランタと違って、でサザンカの花も今咲いてきたと。庭木には植えない方がいいというね、この前 YouTube 見てたらね、紹介されていたけども、まあ要するに茶毒蛾よね、椿科の植物に茶毒蛾で、こちらのクロマツもね、古葉取りが終わって、ほんと綺麗なもん、すっきりするよね、ほんと古葉取りが終わると。でこのね、観音地区、これもすっきりさせてね、葉っぱを切って、だいぶすっきりしてきた。もうちょっとまだね、いろいろとすっきりさせようかなと思うんだけども。さて今日は何を取るかな。あ、そうだ、レモンバームをね取ろうと思ってね。お、シジュウカラだ。シジュウカラがいるんだけど、あ、行っちゃった。風船カズラがねすごいんでね、この風船カズラなんとかもういいかなと思ってね、ちょっと避けたのよ、こうやってね。そしたら結構ね、このその下にね、レモンバームが出てきたんでね、よし、これを取ろうと。レモンバームは匂い嗅げば絶対間違えることないと思うんだよね。別な草と間違えることがないと思うんでね、安全安心というか、
か。ここから生えているのが1つと、あとここから2つ生えていると。こっちからも生えているのかな。こっちも整理しないとな。もうだんだんとお化けみたいな風船かずら。ちょっと来年考えないといかんな、これな。あんまり自由に、あんまり自由奔放に。伸ばしたらかっこ悪いな、これな。といったところで、今日は庭の味わレモンバーム、朝日が差す庭、今日も気持ちいい。